本日の日替わりはとんかつまさにそうですね、著作権大丈夫なんですか、こういうのは落書きやから、別にそんな関係ないですよ、著作権大丈夫ですか、上手上手著作権いやいや、ここはね6月21日がハンバーグで、今7月1日結構問いました、ね、どういうあれなんですかね、テスト期間中とかだな、はい、ということで、はい、今週はですね、校内最強決定戦を行おうと思います、はいはい、で、競技は1対1の綱引き、はい、あ、はいはいはい、運動部は何があるんですか、腕っぷしの強いところでいくと、うん、柔道とラグビーが、あー、はいはいはい、で、今回まあルールなんですけど、うん、男子3人、はい、女子2名、はい、その中1人、文化部に、うん、文化部ね、はい、じゃあ、今回チーム、はい、どんな風な目標というか、なんか毎回1年生、2年生選ぶやんか、うんうん、その辺はどうしますか、どっちでもいいですよ、お前がだってお前はほんまに3年選んでんのに負けまくってるマジでお前別にもう学校から出てもええで町の力持ちをもうそれぐらいでもいいよ、本当に先生は一人先生は、あ、先生はありなんですか、どうなんですか、ありはありですけど出てくれる人がおれば、一人入れてもいい、じゃあ先生、あ、いいよ、別にじゃ あ, あ、いいよ、いいよ、あ、なんか先生で揃えてもいいよ何村田ってなんか村田なん、俺村田、おい、お前ら超怖いスポーツやって、スポーツやってんのか、スポーツやってない、村田ってないね1対1の綱引き対決、まずは選手をスカウトするため校内を探索、こんにちは、運動部おる、運動部、はい、運動部です、何、何部、陸上で何やってんの、長距離です、長距離か、ハンマー投げとかおらん、陸上で、いますよ、LPG にリオがいます、なんで LPG の崎山リオです、崎山リオ強い、めっちゃ強いです、腕っぷし強い、めっちゃすごいっす、ほんま、はい、後でそっち行きますか、2年生ね、はい、投擲女子の有力情報を得つつ、まずは別の校舎へ、おい、何部やったっけ、中田君、中田君、中田君、何部、ちょっと一回俺と綱引きやろうか、綱引きですか、な、綱引き、腕自信ある、めちゃめちゃあります、 OK、 ちょっと一回やるわ、レディーゴー、あー、こいつはい、終わり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 、危ない危ない、このまま体育館まで連れて行かれると、よし、お前決定や、圧倒的なパワーを見せた中田くんが森田チームへ、どうした、すごい、すごい、止めた、どうした、初っ端から女子に逃げられるブクロさん、その後を追ってみると、早い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 、気ぃつけて、どこ行くん、なんで逃げるの、ちょっと話してや、あ、弁当買うの、あ、寮生だ、はい、ちょっと話させて、何年生、3年生、部活やってる、はい、野球部、あ、野球部、今あの綱引きする子をさ探してるんだけど、誰か強い子いる、石村やゆりです、石村さん、はい、3年生、はい、今どこおる、あ、教室います、教室おる、女子野球部最強だという石村さんを紹介してもらうことに、あ、ちょっとあなたがすごいと噂を聞いたの、はい、ああ、綱引き出てくれ、綱引き、どうかいる、じゃあ3年生の中で私より綱引き強いよって方いらっしゃる、あ、メイメイがおる、メイメイ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 、あの子、はい、逃げた子、あれ、もう追っかける元気ないねんもうとりあえず石村さん出てくれへん、メイメイ、メイメイ、メイメイどこ行った、メイメイ、メイメイは何やってんの、メイメイは引退して、もうテニス部、あ、テニス部、西村さんと一緒になったら出てくれ、めいめいと一緒やったら出るみたいな、めいめい一緒にな、一緒にならいい、 OK、 はい、じゃあここ二人決定でいいですか、はい、じゃあお願いします、東袋チームは一気に運動部の女子二人をスカウト、
腕力あるやつおる、腕力。彼いい体格してるやん。おう何部？美術部。出た、文化部出ました。ちょっと一回やろうか。美術の筆で描いてきたお前の腕を見せてくれ。はい、行くぞ。レディーゴー。芸術家一の力自慢を見つけました。OK。体格のいい文化部、石崎くんを見つけた森田さん。続いては、なんだ、おい、せんくん、何部よ、バレー部。バレー部？お、バレー部。おい、いいね。どうした、せんくんはいいの？せんくんは腕はどう？腕強ない。ちょっと一回俺とつなぎしようか。一回、レディーゴー。お前強い。せんいける。なんかこいつおもろいやつなんだ。それって、もう授業中やばい。何やるとかあんの？お前慣れ慣れしない。出ていいっすか？いいよ。じゃあ出るか。じゃあ、それって1対1なの？1対1。3年生にバレー部がいるんですけど、何ていいですか、その人。なんていう人？渡辺。勝ちたい、それは。バレー部の先輩を倒したいとせんくんから指名が。森田チームに男子2人が加入し、残すは女子のみ。連絡が来た袋さんはバレー部3年渡辺くんをスカウト。一方、陸上部の崎山さんを探しに別校舎まで移動してきた森田さん。崎山さんいますか？崎山さんこっちにいなかった。なんで？あっちの教頭でご飯食べたんです。誰かおる？誰？女子で。何部？何やってんの？跳躍です。でもやっぱそうか、崎山さんがやっぱ一番腕は強い。こう何が何でも崎山さん探した方が良さそうやな。あ、ここが、そう、あ、ここね。すいません、こんにちは。強そうやな。柔道部食べて。どう？綱引きとか自信ない？綱引き、ちょっと引っ張ってみてください。ごめんな、飯食ってる時に。どうした、行くで。よーい。おー、すごいな。おー、腰入っとんだ、君。え、で君より強い人おらんやろ、多分。綱引きで。え、いかついやつおるな、これ。ちょっと来てくれる？これはすごいな。何くんですか？うまきです。うまきくん。うまきくんは何？柔道。あ、同じ柔道部。これは確かに強そうやな。二人でちょっと一回でも。一回でも。はい、よーい、ゴー。そうか、さすがにかなわん。うまきくんは決定でいいですか？出てくれる？いいですか？ありがとう。これは強いわ。女子を探す森田さん。運動部の女子おる？お前の方がビッグやろ。何部？野球部？ラブです。あ、うわーうわー、いや、ちょっと、あー、くそー。お前もっと早く出会いたかったよ。おらんかったから。いやちょっと来てはもらいましょうか。一応そのリザーバーでおるよ、これがっていう。最強のリザーバーをスカウトした森田さん、そして袋さんは残る文化部男子を探します。文化部の方おる？ボランティアで。あ、ボランティアいいや。ジン文化部で強いというジン君を探す袋さん。ジン、どこや？取り押さえろ、ジンを。ジン、なんで俺なんだよ。ジン、おかしいじゃん。ジン、ジンやな。ジンやな。俺がジンじゃない、誰やお前。お前ジンやろ。ちょっと、もうな、君に決めた。お、綱引き出てくれ。もう
もうみんながジンジン言うてんねん。ちょっとこれ引っ張って、これ引っ張って、いこう、レディーゴー。おすごいやん。実力も申し分なさそうなジン君をスカウト。これで東袋チーム完成。女子2人を探す森田さん、残るスカウト時間はあと5分。誰か綱引き強い子おるか。女子ひーちゃん、綱引き出てほしいのよ、一人女子で。ひーちゃん何部？いや入ってないです。入ってないの？ひーちゃん綱引き強い。 OK、 ひーちゃんちょっと来て。ひーちゃん、お、シンデレラガールだぞ。おい、ひーちゃんちょっと一回引っ張ってくれへんか、これを。一人綱引きの大会があるの。やばい、いくぞ、レディーゴー。 おひーちゃん、あ、ひーちゃん、あ、でもひーちゃん全然強くない。ひーちゃんこれでちょっと強かったらもうそれだけで出れてんけどな。もうひーちゃんにする？もう時間ないからひーちゃんにするわ。ひーちゃんもう10分後ぐらいに体育館でシンデレラガールやな。あ、ひーちゃん頼むぞ。シンデレラガールを引き入れた森田さん、そしてもう崎山さんはもう強制的に出てもらう。はい、合ってないけど。噂を信じて投擲女子の崎山さんをチームへ。これで森田チームも出揃いました。すると崎山さんいた。崎山さん、はい、探してたよ。もう校内最強決定戦出てもらうから。あの綱引き、もう君の実力はもう知らんけど、とりあえず出てもらう。はい、君地区でこのロケ動いてたから。頼むな。ハンマー投げやんな。はい、何最高成績は愛媛県でどれぐらいな？あ、全然です。でもまあ腕っぷしは自信ある。ようやく見つけた崎山がこんな自信なさげやと思わなかった。まあでも頼むわ。はい、OK。シートみたいなやつおるやんけ、ここに。何がですか？おい、危ねえのおるな、おい。ちょっと待って、ちょっと待って、おい、一生やるつもりか、お前。なあ、マジの互角な。